最高の見た目、食べていったらもうほんま止まらん。スマッシュ顔であっさりいける。どうも、かまいたちです。ウスコイ、ウスコイ、ウスコイ、ウスコイ。さあ、ということで今日は、はい、ピザーラベスト5。イエーイ。もうこのやってる我々が楽しすぎて、はい、ベスト5企画めっちゃ頻繁にやってます。いいですね。チョコプラのあの悪い顔選手権と同じぐらいの頻度で上げてますね。あの悪い顔選手権めちゃめちゃおもろい。面白い。何回も見てる。純烈の人。はいはいはい。めっちゃ面白かった。面白かった。何回も見たいやつやりたいな。いいね。あれ面白いな。うん、さあ、ということで、はい、今日は本当に好きなピザーラのメニューの中からベスト5を決めて発表していこうと思います。決めました。僕からですかね。はい、じゃあ濱家さんから。僕からいきましょうか。第5位、じゃん、サイドからいきます。ほう、ピザじゃないんだ。ローステッドポテト。何それ、頼んだことない。俺頼んだことないね。いわゆるハッシュポテトみたいな。ハッシュポテト、これうまいね。俺結局なんかポテト好きやからさ。このサイズなんや。そうやね、ちょうどええのよ。ほんで、選ぶソースはいつもマスタード。へー。でマスタードを選んでるんで、このマスタードをかけて。あ、いいですね、はい、へー、頼んでないわこれは。このサイズいただきます。はい。うまい。いいやん。あ、なになに、右 1.2。 あ、なにこれ。これ好きやね。はい、これ知らなかったです。サイド頼むときは絶対頼む。いきなりサイドメニューから来ましたね、うん、ちょっと迷ってん。ピザ5つで埋めようかなと思ってんけど、はいはい、ちょっとサイド行かせていただきました。で、なんかいつも俺マスタードしか頼まへんっていう脳みそやから、はい、なんかソースもう一個あんねんな。オリジナルトマトファンシーソースっていう、まあ、ケチャップやと思うねんけど。ちょっといつもすごいネーミングやね。そうそう、どこでも俺ケチャップかマスタードって聞かれたら絶対マスタードやから気にしてなかったんけど、改めて見たらタイトルが気になったんで、ちょっとこっちも頼んでみました。ファンシーってどういう意味。ファンシーソース。うん、美味しいケチャップやね。ケチャップの美味しいバージョン、うん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 、あ、なるほどね。美味しい。いいですね。私の第5位。第5位ね。第5位はこちら。出た、ピザーラ。でででででん、ピザーラプルコギ。プルコギがもう大好きなんです。とにかく眉よね、うん、眉、確かに眉。これはクォーターとかにするんだったらもう絶対1区画はくださいよっていう話なんですけど、これを、うんうん、今回はね、このオリジナルで頼んでいただきたいと思います。この何、このクォーター作んだったらプルコギ入れてくださいよっていう話です、うん、そういうことです。この赤い糸唐辛子。ほら、いただきます。赤い糸。うまいやろ、そら。ちょっとした甘みがね、めちゃめちゃ大好き。プルコギだけで世の中いいかも。プルコギ。イエーイ。浅すぎるとこうなんです。夜すぎても変なテンションになるけど、浅すぎるとこういうテンションでもある。ね。今 YouTube 撮る時間が極端に朝か極端に夜になってきてるから。で、通常のテンションであんまお送りできてないっていうのはありますね。うまいよな、プルコギね。辛いのあんま好きちゃうのにいけんねんね。これ全然いける、まあ、甘辛い系やもんね。どっちかいうとプルコギがね。プルコギもいろんな種類ありますけど、これは、うん、なんていうの、プルコギを全面に押し出してきてるタイプの味付けになってるんで、僕はもうめちゃめちゃ大好きです、ね、いいよね。あれ、どこ行ったっけ、プルコギ。韓国。あの国、マサさんが美味しいって言ってたの。コストコのプルコギ。コストコのプルコギ。うまいな、確かに。あの、でっかいやつやろ。コストコのプルコギがうまいって。わかるわかる。トミーズのマサさんから聞いて、俺買いましたもん。プルコギ好きやから。うまいよな、確かに、うん。で、プルコギうまいっていうのだけ聞いて、プルコギ買いに行って、プルコギがどういう料理か知らんから、火通さんとそのまま生で食ったらしい。腹壊すね。
思ってた味じゃないから。あれ火通さなあかんから、うん、炒めなあかんから。当時付き合ってた子に連絡したら、うん、生やんって言われて。あ、生、これなんかせなあかんねやと思って。そのまま食べるやつではない。じゃないですね。いいね。これ第5位です。いいね。美味しい。じゃあ続いて第4位、はい、第4位こちら、またサイドですいません、ちょっと何こちら、スーパーチキンウィング、出た、うわー、スキャワ揚げた鶏サイドやね、これがもういわば揚げた鶏の代表みたいな味ですわ。うん、このペッパー感スパイス感も大好き。いただきます。はい、チキンウィング、いつまで好きなんやろチキンのこと。これもう言っちゃっていいですか。え、やっぱりね、私の第4位もスーパーチキンウィング、入ってると思った。これ頼まんやつおらんの。これはサイドメニューで絶対頼むやつです、うん、誰か食べるから、俺が食べないとしてもその日誰かは頼むから。俺は逆で、俺これ食べるから頼みたい、食べたいんだったら頼んで別でっていう。俺はこれは食べるから、こんだけ分は食べきるぐらいの勢いの4つ全然食べる。俺これぐらいピザ食べてる、うん、サイドメニューばっかり出てきてるけど、いやこれはうまい、うん、ピザでこのチキン、ビール最高。なるほどね。次、お二人ともピザなので、あ、サイドメニューじゃなくて、はい、はい、なんでちょっとハーフ&ハーフで一つのここで注文してます。おもろいことしとるやないかい、おもろいことしとるやないかい。じゃああなたの3位は何ですか。私の3位は、まあこの海苔がちょっとここにピュッとつけてるので気づいてる方もたくさんいらっしゃると思いますが、照り焼きチキンです。なるほどね、はい、私の3位は大エビのガーリックシュリンプです。なに、最高の見た目、陰と陽みたいな見た目、ガーリックシュリンプ、ガーリックシュリンプいいね。あれ照り焼きの方は食べたことないねん。ほんまに、こ、うん、こやばピザーラさんの照り焼き、やば、照り焼きチキン食べたことないの。なんかそのさ、やば、系統的にはさちょっと甘辛系になるやん。そうや、マヨネーズがちょっと焼けて美味しい。だから俺は甘辛系はもうプルコギ一本で来てたから。マジか、そこの枠はもうピザーラで照り焼きチキン食べたことないやつおるんや、うん、そこの枠はプルコギさんに俺は委ねてたのよね。いやほんまマクドで照り焼きバーガー食べたことないって言ってるのと一緒やで。浅すぎるとやっぱこうなるよな。パラ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 ナイトファイヤー、テテテレテレテテテテレテレテテテテテテ、ナイトファイヤー、ちょっと早かったです。いただきます。いただきます。うまいわ、うまー。まず私から言わせてください、このガーリックシュリンプの良さは、うんうん、このちょっとねレモンかけてないんですけど今、うん、レモンの味がもともとふわっと入ってるんですよ。より欲しい人は多分かけんねんけど、うん、この鼻から抜けるレモンのこの酸味系の涼しい風とガーリックのガツンとくる魔王のようなルックスが非常にマッチして、エビを煉獄まで連れて行ってくれます。なんかちょっと鬼滅っぽかったな。やっぱ照り焼きチキンは俺ほんともういろんなモスとかでも言わせてもらってる、マクドでも言わせてもらいましたけど、はい、やっぱこの量に対してこの醤油甘辛さっていう照り焼きという文化を融合させた大発見です、はい、これは濱家さんの中で照り焼きの評価どこでも高いから、うん、俺その今レモンもしなかったけど、うん、こういう時さピザーラさんの上にさよくいろんな貼ってるやん、うん、まあ、これであったら海苔であったりさ、うん、そういうの全くかけへんねんな。なんで？もうそのままでいいやと思って。これはなんかお好みでかける問題なのかなと思ってて、うん、お好みやとは思うけど、だからいつも箱の上のやつって一切タッチしたことないもん。もったいな。
もったいないよ、みんなかけてんねや。今全部かけていったから。あるもんはかけるよ。毛布ついてたら毛布かけるもん。あ、そんなにするもんなんや。したことなかったから。ほんで俺パンピザな、あのパン生地、レギュラーのやつが好きやね、薄いやつとかみんな好きって言うけどさ、絶対この分厚いやつの方が好き。この耳がうまいねんから、結局耳うまいよね、これちょっとチーズ焦げた感じとか、この耳のとこがうまいねん。うまいな。子供の頃はここいらんかってんけど残してる人いるよな、たまに耳の部分だけ綺麗に。子供の頃は耳のとこ全然興味なかったけど、やっぱ大人になったらここうまいね。前カラオケ屋さんで大学生の時バイトしてて、俺あんま潔癖じゃないけど、ちょっと汚いのとか抵抗あるタイプやってんけど、綺麗好きやからな、なんかカラオケ屋でバイトしてる時、お金もそんななかったし、仕事中さご飯も食べれないから、片付けに行くやんか、フードの、こんなピザ頼んで、耳んとこ残してる人めっちゃおってん、バイト3年ぐらいしててんけど、1年ぐらいバイトしてたら、やっぱ2年目ぐらいからその耳食うててんな。誰のか分からへん耳らしくならしくないよな、今思えば。うわ耳やらしくな。それでなんか晩ご飯節約と思っててんな、ポテトもカラオケ屋の。いや100歩譲ってまだポテトはあれけど、耳はさもうここまで来てんねん。口で食ってんのかな、やっぱ。何ちぎってないよね。鼻で食わへんやろえ、いやちぎってないよね。いやちぎるかいな、ピザなんか。うわきつ。でも可愛いよ、女の子やったら。うぅ気持ち悪いやばいって、朝だけやめて夜にこれやったらまだ評判が下がるから我々の第3位ね。はい、さあ続いて僕の第2位いきます。はい、ここに蜂蜜がついてるということはでお気づきの方いらっしゃると思いますが、そうです、チーズ&ハニー。そう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 、フラッシュ。ああそう、でででで、で長い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 、フラッシュで終わりよこれがうまいね。これそうやねんな、いわゆるクワトロフォルマッジオみたいなことよ。やっぱ俺は抵抗あってん、一回一緒に頼んだ時にさ、これやってる人いてんけど、えピザに甘いってな、確かにな、蜂蜜っていうのはちょっと思ってんな、最初ほんでまたブルーチーズ系のほっていう香りもするやん、最初がうんってなっててんけど、これ食べていったらもうほんま止まらん。これはまあ大人気やと思うわ。いや蜂蜜かけるのはすごい、本場であんのかな。いやあるでしょそりゃ。これ匂い結構するよね。するよこれは。これがうまいねん。俺はねここをこうすんねん。いや分かる分かる、するけど、こうこうするけど、なんかこぼれないようにして、こうして、これやねんな。いや美味しいですよね、ほんまにうまい、マジでうまい。これ一回食べたら分かるやつです。あ合うんですね蜂蜜が。という俺やっぱこれいつ食うたんやろな、そのこのビザーラさんやったかどうか覚えてないけど、このクワトロフォルマッジオ的なやつに蜂蜜食べかけたら、多分25歳とかそんな時やったと思うねんけど、最初頼まないからね、全部概念になかったもん。ピザにチーズだけで、ちょっと香りの強めのチーズ、で蜂蜜かけて甘くする、はって思ういや思うね、これ多分一発目で頼むもんじゃないから、俺みたいに1個頼んでそれ美味しかったらずっと頼むタイプの人はね、なかなかたどり着けないやつですね、この機会にってやつよ。うんまっ。結局やっぱビールとかお酒欲しいんだろうなはい、じゃあ私の第2位いきます。私の第2位はこちら、和風たらこスパゲティです。頼んだことないわ。いやこれ、あそううまい。なんかそう、自分がさ今まだピザの気持ちにまだ乗っかれてない時に、ピザ頼もうみたいにもう雰囲気になっちゃった時にいつも頼んでんねんけど、これうまいねんな、和風たらこスパゲッティ。頼んだことないわ、初めてや俺ピザーラのパスタ。いただきます。あ、うまそうやな。うん、シンプルたらこパスタか。
めちゃめちゃシンプルたらこパスタの和風の感じ、うん、あ、たらこの匂いしてるわ、ええ匂い。重くないやつやねん、これこってりの重い、うん、バターたっぷりたらこ系の、いや、そうそう、はい、バターたっぷりのあるやん。そうじゃないやつで、こう、こっちでヘビーに、例えばピザでね、ドガーンみたいなの来た時に、うん、スマッシュ顔であっさりいけんの、これ。いや、見てみて、お前のことなんか誰も。ピザ頼んでる時ピザ見てるから、うん、お前がスマッシュ顔で食べてるの誰も見てへん。うまい。いらんことしてない系のパスタです。今度頼んでみよう、それ。それも海苔がついてたんですけど、山本さんはつけてる。ほんまやん、これね、たらこパスタに海苔ついてきてつけへんねん、どういうつもりやねん。劇場に漫才見に来てアイマスクしてるようなもんやん、それ。そんなに、うん、そんなことだ、うん、海苔、まあ、いる、あの、かけたい人はかけてください。海苔もついてて、ね、美味しいですけど、僕はもうめんどくさがりでかけてへんだけやで、これ。もったいないわ。僕は全然なし。ちょっとかけてみいな、海苔。多分この剥がしてこういう手間が山内はほんま面倒くさがりやからしてへんだけで、はい、もう面倒くさがってるやん。いただきますね。うまい。かけや、今度から。今度からかけや。めっちゃ合う。そうやろ。そりゃそうやろ。第一位いきますか。私ピザですよ。私もピザですよ。あ、じゃあ。ハーフ&ハーフか。じゃあ、ジャンと開けるか。第一位はこちら。じゃーん、出た。私はカレーモントレーです。私はプルコギポテトです。すっげーな、プルコギ。大好き、プルコギ好きやな。俺はじゃがいもがめっちゃくちゃ好きやねんか、はあはあ、でマヨネーズの焦げた感じも大好きで、うん、何よりやっぱカレーのこのすごいお子様的な発想かもわかんないですけど、これはマジでうまい。なるほどね。ほんまにうまい。モントレー、モントレーな、うん、うまいよ。食べたことない、カレーモントレー。で俺全然頼まへんねんな、同じのばっか頼んでるから。そうか。山内さんは？私はプルコギポテト。山内さんはプルコギ好きで、プルコギがまず大好きなんですけど、うん、それにこのポテトの感じとチーズの感じがすごい、あの、バージョンアップされてて、うん、これはなんかね、ピザ感がより増して、なんかみんなでプルコギさんを盛り上げようよっていう、なんかプルコギさんのためにピザたちが立ち上がってきてくれてる感じかな。プルコギ甲子園開幕、ゲームセット。分かりにくい、ゲームセット。そんな感じですね。分かりにくい。ピザ感が増してんのにプルコギさんを盛り立ててんねや。そう、意味分からんくない。自分のことなんかいいんで。ピザ感、自分のことはほっといてください。よし、やっぱうまいです。いくよ、ここ、はい、うまそうでしょ、これ。うん、うん、うん、うますぎ、うますぎるやつ。おいしい。うまいね。ほんまうまい。カレーモントレーちょっと食べてみてほしいな。食べてみたい、うん、ほんまにうまい。もううますぎて、ああ、あ、すごいね。全部好きなもんやもん。栄えた町という感じです。うん、わかる。もう完成された都市、うん、東京やね。カレーモントレーは東京。これ東京です、うん、プルコギポテトは韓国です。じゃあちょっとプルコギもらうね、うん、いただきます。はい、うまい。
でしょ。プルコギうまいね、ポテト。プルコギうまいのよ。もちろん普通のプルコギは食べたことあったけども、うん、あのピザーラのうまい、うん、ハーフ&ハーフの醍醐味の、うん、カレーのソースがちょっとついてた、おいしい。チャンネル登録お願いします。あとモントレは俺が結婚式挙げたホテルです。あ、大阪のね、うん、あの時だから出てきたのカレーだと思った。カレー結婚式でカレーのみ。結婚式来た？僕は結婚式僕でした。呼ばれてない？呼ばれてない。あ、こっちに呼んだ？これはもし声かけたやつ。いや俺はだから呼んでないって言ってんねんけど、あなた自分で声かけたっつって向こうが嫌っつって。あなた守屋なんで呼ばなあかん。あなた守屋余興だけ読んで、なんか余興だけ読んで余興以外全く呼んでなかったって守屋が びっくりしてましたけど。二次会とか二次会の余興のラインナップに入れてたから守屋完全に呼んでるつもりやって、うん、その最後の調整で見たときに守屋って名前が目に入ってるから呼んでるつもりやって。だ、結婚式呼んでなかった。同期で唯一守屋だけ呼んでなかった。ごめんね守屋、東京来たら遊ぼうね。